上原浩二は1998年ドラフト1位で巨人に入団。1年目からのシーズンは20勝4敗の好成績を残し、両リーグを通じて1990年の斎藤正樹以来9年ぶり、新人投手としては1980年の木田勇以来19年ぶりの20勝投手となった。2002年は自身初の200イニング登板を達成し、17勝5敗の好成績で最多勝を獲得し、最高勝率も達成。シーズン後に行われた日米野球にも選出され、バリー・ボンズから3打席連続三振を奪い、メジャーリーグのスカウトからの注目を集める。2003年に7試合連続完投勝利を挙げるなど、2年連続で200イニング登板達成。16勝5敗、最多奪三振を獲得と、ゴールデングラブを受賞した。